いつでも人は輝ける。ミコはそう思います。いつでも人は輝ける、輝こうと思えばねって。まあまたミコのさ、名言カレンダー。また一つ名言が生まれちゃった。やばいわ。マジでそろそろ名言カレンダー作んないと。ねえ。名言カレンダー作んないと。みんなちゃんとメモっといて。いつかミコが商品化するときのためにみんなメモっといてミコちゃんの名言を。よろしくな。欲しいやろ。全部ミコが字書くわ。筆で書こう。ねえ、いいよね。365枚大変じゃない。365枚は無理だよ。待って、松岡修造さんって締めくりじゃねえよな。締めくりやで。あ、31まであるやつか、これ。頭いいな。ミコも31枚にしよう。毎日修造ってやつね。ミコ持ってたわ、これ。持ってた。実家にあった、これ。いやー、これ毎日ミコチに作るしかないわ。毎日ミコチ。イラストもつけてね、イラストもつけてさ。いや、でもちょっと遠い未来になるかもしれないけど、来年あたりになると思うけど、今のところ。だから今年は、名言を増やしていかないと。31個分の名言を増やさないといけないからな。でもな、メコ生きる名言だからな。結構なしてると思うんだよな。こと足りそうだもん、もう、もはや。もう偉人や。メコ偉人になる。